레슬링 그 시보다 3조 야르카시 딴 유튜바오 마사키니 전력대 타타케 키노노 토모와 쿄노 네타 기즈케바 토모와 이나이 케도 翔太です。あのワールドカップ始まりましたね。まあ、結構テレビとか街中では盛り上がってるようなんだけども、だから毎回そうなんだけどもう全然ワールドカップ興味なくて、なんかこう楽しめてないというか、まあ、楽しむ気もないんだけども、いやもうだるいなと、またこのうるさいだるい季節がやってきたなぁとね、憂鬱になってます。なんかもう言われ尽くされてることでもあるんだけどさ、ワールドカップで盛り上がってる人ってさ、なんかこうハロウィンに渋谷でワーキャー騒いでるやつらのイメージない？なんかこうさ、サッカー興味ないけどとりあえず乗っかっとこうみたいな感じで、なんかこうみんながみんなにわか感でさ、じゃあお前普段サッカー見てんのかって言ったら絶対見てないし、なんかにわかのさ、薄っぺらいなんか大学のサークルみたいなノリに参加するのがさ、そうできないんだよね、で、まあ、僕サッカー全然、興味ないというかむしろ嫌いなわけなんですけども、まあ僕みたいなやつがいるんじゃないかなと思って、同じく俺と同じくサッカーちょっと楽しめてない、ワールドカップ、楽しめてない人がね、僕以外もいるんじゃないかなと思って、ツイッターでねちょっといろいろ聞いたのよ。あなたはワールドカップ見てますかと、ワールドカップ見てないと嫌いな人、嫌いな理由を教えてくださいと、ツイッターで募集したところ、まあ、いくつかね、コメントが返ってきたんで、今日はちょっとねそれを皆さんに紹介、したいと思います。はい、っていう感じで、まあ、この動画は誰に向けてかっていうと、ワールドカップ見ない人、好きじゃない人、参加できてない人に向けての動画で、やっぱそうだよねって、そうだよな、それなんだよって、納得してもらう、同意を得るという、動画です。なんでワールドカップ好きでサッカー大好きな人がこの動画を、見る必要は全くないんで、まあ、ここでね閉じましょう。はい、そんな感じでまず一つ目のリプライから、大半の人はサッカー嫌いなわけじゃないけど、ワールドカップの盛り上がりを強要してる感じが嫌なんだと思います。ああ、そうそうなのよ、そうなの。これもね、何年前だ、 3,4 年前はねサラリーマンだったんだけど、会社でね絶対ワールドカップの話なんのよね、絶対なんの。昼飯の時とかね、昨日の試合どうだったとか言ってさ、で俺見てないじゃん、見てないで黙ってるとさ、あれみたいな、こう見てないのみたいな感じ空気になるわけで、いや僕サッカーちょっと興味なくてちょっと見ないんですよねって言うと、あれなんだよな、このみたいな、日本人なの日本を応援しないのみたいな感じなんだよ。いやなんだろうね、こうなんで見ないのみたいな感じの空気ね。いや見ねえよ、それ興味ねえんだったらって。そう、同じ理由で俺オリンピックとかも全然見ないんだ、まあ、興味あるのは見るけど興味ないの全く見ないから、オリンピック見てないってなる、言うとまたそういう感じになるのも嫌い。いやいいだろ別にみたいな、興味ないんだからっていうのでね、こうなんか見てなきゃ非国民みたいな流れというか空気ね、すごい嫌ですよね。はい、次、長い多い必殺技がない、もう一つ、
90分走り回って最終的に PK 決着とかになっちゃうところもなんかあれ、じゃあ最初から PK だけで試合すりゃいいだろうと。ああそう、これも思うわ。サッカーさ長いよね、試合ね90分でしょ。90分なの、90分ってことも今知ったんだけど、長い上に、なんかこれ盛り上がるところがね、なんか本当にもうこう一試合においてもう数回というか、本当ねボールがねゴールに入るか入らないかのところだけで盛り上がるだけでさ、大体こうさ近くなるけど、もうボールがさ敵のさゴールに近くなるみたいな時にさ、わー盛り上がって、でもなんか結局ね返されて、あーみたいな、そればっかりだよ。全然楽しくない、盛り上がんない、とにかく盛り上がんない、面白いのかなっていうね、見てて、っていう感じでね。あと必殺技がないっていうのもそうだね。やっぱこう3点差がついてもう残り30分とか10、まあ、20分とかだったらもう無理じゃん、絶対無理じゃん。もうその先はもう、ああ残念だったねっていう感じになるっていう。でもなんか実況は まだ諦めてはいけません、何が起こるかは分かりませんからみたいな言うけど、いやもう絶対ない、絶対ないやみたいな感じで、そのボクシングとかだったらそのヘロヘロになってもこう出したパンチが当たってみたいな、ああまあこれも少ないけどあるわけじゃんよ。でもなんかサッカーってなんか一発逆転とか必殺技とかないのがなんかこうすごいなんかこう面白くないんだよね。はいはい、次、競技人口が日本で最も多く、練習等の環境が世界トップクラスで充実しているのにもかかわらず、国際大会でいつまで立っても結果を出すことができず、格下の国に勝っただけで警察が出動するぐらい渋谷の交差点で大騒ぎになるような民度の低い競技だからです。いやいや本当本当よ、本当そうなんだけどさ、あさなんでさ日本って弱いの、なんでこんな弱いの日本って。野球とかボクシングってさ日本人そう海外でめちゃめちゃ活躍してんじゃん。でなんでサッカーだけ弱いで、練習環境も絶対いいはずだよ、ブラジルとかよりね、練習環境もいいはずだし、あとはなんだね、競技人口も多いし、なんで日本ってこんなに弱い。じゃあフィジカルで、フィジカルだったらさ一生勝てないじゃん一生優勝できなくない、悲しすぎるでしょ、一生叶わない。それかもしかしたら環境がに欠点があるとか、こう教えられてるトレーニング方法とかにね欠点があるのか知らないけども、いやあるんだったら直せよと、外国から監督連れてきてねやってんだから、でトレーニング方法から変えればいいのに、なんかこうずっと弱いまんまだよね、なんとかなんないのかねこれねっていう感じで、なんかこういつまで経っても強くならないのもなんかなっていうね感じだよね。最後、靴下がなんかあまり好きな感じじゃないです。あー分かるわ、ハイソックスね、ハイソックス、しかもなんか厚手の、あなんかさ汚らしくない、臭そうだしあれさ、くるぶしのやつじゃダメなんかね、くるぶしのソックスじゃ、あちょっとおしゃれだしね、よくない、あでもあれかスパイクでやってるから怪我するからっていう話だから、なんか靴下ちょっと、まあ、ダサいよね、なんかムキムキのさかっこいいさ結構バキバキの締まった体してるさお兄ちゃん、外人のお兄ちゃんたちがやってるけど、だからこそ靴下のダサさがね際立つよね、だちょっとその見ててかっこよくないってのあるかな。はい、まあそんな感じかな。はい、まあでも俺以外にもこのねサッカー興味ないよとかワールドカップ楽しめてないっていう人が、まあ、ある一定数いるっていうのが分かっただけでよかったわ、うん、まあ俺なんか本当にみんながみんな楽しんでるのかなってちょっとね疑問だったんだけども、意外とやっぱ見てない人いるみたいだね。はい、ちなみにこれは僕調べで、ワールドカップの、日本のこれまでの結果、実績なんだけども、過去ね 1,2,3,4,5 回やってんのかなワールドカップで、1998年グループリーグ敗退、
2002年ベスト16、2006年グループリーグ敗退、2010年ベスト16、2014年グループリーグ敗退。グループリーグ敗退っていうのは多分参加国が32個国あって、32カ国中のベスト16に入れなかったらもう、はいおしまいですよって感じだと思うんだ。で、1998年から始まって、グループリーグ敗退、ベスト16、グループリーグ敗退、ベスト16、グループリーグ敗退ときてるんで、2018年、今年はね、流れでいったら敗退16、敗退16、敗退ってきての16という感じだわな、流れからしたら。という感じで、まあ、今年良ければベスト16という感じで、まあワールドカップ好きな人、サッカー好きな人は頑張れ、頑張ってベスト16に入るんだってね、応援してもらえればいいなと思います。はい、 いや応援してて悲しくなんないのかね。はい、そんな感じで私はね、今年もワールドカップは見ません。はい、そんな感じでね、柴田がワールドカップを好きになれない理由をお話ししました。はい、お疲れ様。